ーマードゴリラからの通信によると、二人はこちらに攻め込んでくるようです。奴らがここに来れば、積み上げてきた研究成果を全て破壊されかねません。切り札を使うしか。アシュラカブトを解き放つ準備をしておけ。何？あいつだけは。それは無理だ。それでも危険すぎる。あくまで最終手段だ。まずは地上1階から8階まで無数の罠を仕掛ける。運が良ければそれで終わる。失敗した時に私がどうなるかは。いや、アシュラカブト。また私のクローンをたくさん殺してくれたな。気は済んだか。ブーク、おめえ気が済むわけがねえだろ。人を地下深くに閉じ込めやがってよ。進化の家最強戦力の俺を。お前は精神が不安定だ。我々でもコントロールできないから仕方がなかったんだ。コントロールで？バカ。俺はお前らの求めた新人類の完成形なんだぜ。違う。お前は失敗作だ。確かに圧倒的な性能を持つが品性が足りない。何としても入手したいサンプルがある。だが恐ろしく強いのだ。お前にしか倒せん。奴を捕まえてほしい。聖書着きました。ゴリラの言っていた進化の家。1、2、3、4、5、6、7。いや、いきなり何やってんのお前。これが一番効率よく一網打尽にできると判断したのですか。相手もいろいろ準備してただろうに。えげつないなお前。地下への蓋っぽいな。この奥に生体反応。俺はアシュラカブトってんだ。戦闘実験用ルームがあるからよ。そこでやろうぜ。ここで戦わせて実験してんだ。じゃあ殺し合いますか。ちょっととかかってきな。全力でな。そうだ。パンチ。
貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう、ジェノスもよく聞いとけ。コン先生の強さの秘密、俺にも聞かせてくれ。危険だ、こいつらにそんなことを教えていいのか。まず大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうかだ。トレーニングか、トレーニング、一体どんな。いいかジェノス、続けることだ。どんなに辛くてもな、俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ、これを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。極めつけは精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことだ。最初は死ぬほど辛い、一日くらい休もうかとつい考えてしまう。だが俺は強いヒーローになるために、どんなに苦しくても地平道をぶちまけても毎日続けた。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた、そして強くなっていた。つまりハゲるくらい死に物狂いで己を鍛え込むのだ。それが強くなる唯一の方法だ。新人類だろ進化だろと遊んでいる貴様らでは決してここまでたどり着けん。自分で変われるのが人間の強さだ。先生、あなたという人は、それは一般的な筋力鍛錬だ。しかも大してハードでもない、通常レベルだ。俺は強くならなければならないんだ。そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。埼玉先生の強さは明らかに体を鍛えた程度のものではない。なこと言われても他に何もねえぞ。秘密を教える気がねえってんなら構わねえぜ。どうせよりよか強くはねえんだ。丸一週間は理性が飛んで闘争本能が静まることはない。お前を殺した後は町へ降りて、来週の土曜まで大量殺戮が止まらねえぜ。強いヒーローだったら俺を止めてみろ、ラッシュラモード。そして来週の土曜までだと、来週の土曜までだと、丸一週間後か。つまりは今日も土曜ということ。ショーガンスーパー
先生、閉店は22時です。片道4時間かかる道のりです。かなり急げば、まだ間に合いますか？間に合うんだな。はい。行くぞ、ジェロス。はい、先生。もうやめよう、こんな研究を。変わるべきは私なんだ。